写真拡大。全2枚。ヤクルト原樹理投手25が16日、巨人とのオープン戦神宮に先発し、4回5安打7失点だった。1回に亀井の満塁本塁打などで5点を失うと、3回にもビアヌエヴァに2点差全打を浴びた。4四球と制球に苦しみ、大した20人の打者のうち、13人に初球がボール球だった。右腕が、今日は制球が定まらず、オープン戦とはいえ課題を残す結果になりました。次回までに調整しますと振り返った。